思ったけどさ、前回の夜勤事件のサムネ作ってないね。よく考えたら。ゲームの音大きいけど大丈夫かな。なんだけど、あ、走れる。クローチ C ってなんだろう。ああ、消えちゃった。 I'll be late for work。 え、そういう感じ。ちょっと待って、英語なんだけど、え、なんでだろう。こんなもんかこんなもんだね。あ、これでいいかな。ちょっと待ってよ、これ一回クイッとした方がいい。あれ、英語表記なんだけど。できた。参ります。インベントリー、しゃがむ、しゃがむあんのか今回。うわー、これ隠れるってこと。やべ、車で行ってんだ。インベントリー設定、いるよこれ。好きなのかな。おお。ああ、ユニットバスね。はい、なんだこれ。生活感がないな。自炊してないな。え、玄関ないじゃん。あれ、もう閉じてたっけ。操作感良くなってるかも。渡辺さんからすると最悪よな。あ、でも見やすくない？前より。あれ？エレベーターないの？この家。
階段しかないじゃん。風強いし、台風の時にはこれ。これは閉店時、え？何ここだけ音楽流れてる。意味がわからん。何ここだけなんかすごい音楽鳴るんだけど。自販機？ソントリーだって。なんだよ。ちょっと明るくしようか。携帯が落ちてたのね。風強いね今日。いい、知らないもんだって言えよ。車に乗りましょうって言ってたよね。どこに止めてんだ車。こっちっぽいな。なんだっけ。怖っ。先に見せちゃダメだと思うね、それは。よくないね。用心で。この見た目をさ、昔風じゃなくするのってなんかあるのかね。これ？あ、綺麗になりました。配信するときはね、さすがにこの方が見やすい。知らずコーヒーで、ここで明るさを戻すと。お疲れ様です。誰もいねえぞ。時計なさすぎて怖い。いやマジでこれ僕マジ本当に初めて、うん、ん？なんて言うんだよ。自分の片付けしないけど、荷物別に。片付け？何片付けって？めっちゃ見てるやん。チュートリアルある。ん？まだある？スターバックスラテ。僕は抹茶フラピチーノしか飲んだ。
もう一個何？洋服をかけるとかじゃないのかな。船橋先輩か。帰るまで待って、来るまで待っててくれたんだ。優しいじゃん。優しいじゃん。このチュートリアル、このチュートリアル僕のために間違えたで、飲んじゃダメなのかな。もろもろ。はーい。明けさま行くなよ。待って待って待って、全画面で見せてくれないの。ちょっと待って、むずいかも。むずいかも。むずいかも。マジ？わかんねえよ。やってみっか。じゃあ。名字とかじゃない。なんかよれてるね、スーツが。初めて来た店でそういうこと言うのやめなよ。2つか。ブーメランだぞ、それ言っとくけど。なんだこいつ。
こまでできてるか。うっ、お前席行っとけよ。なんだ？なんで？だって何でもいいって言ったよね。何？何がしたいんだ？何？ラテって何？豆乳？チャイラテ？チャイラテってことか。チャイできないのか。じゃあ抹茶ラテにするか。いけたかも。なんかいっぱい持ってる。どうしよう。ちょ待って、入ってないってな、もう。ラテ。
白い紙コップでしょ。で、コーヒー入れて、ラテ作ってんの、ラテ。わお。でもあのおじいさん何でもいいって言ったぜ。コーヒーとスチームミルクね。スチームミルク入ってない。ああ。コーヒー入れたっしょ。しゃ。お金は？おい！貴様！貴様！お金もらってないって！あいつ！え？サラン。もらってんのか。こういうのって2オペでやるもんじゃないんですか。そもそも一人で注文を受けて、そんな、ていうか僕コーヒー作りに来たわけじゃなくて閉店の締め作業しに来たんですけどね。なんだこいつ。あ、僕もそう、ダークモカチプラケッチーノ。ダークチョコチップフラペチーノね。ダークチョコ、あ、こうかな、多分。
チョコ。フラペチーノだから、まあ、ホイップクリームもあるよな。こんなもんかな。ダーク、アイス。え？ブレンドアイス？プラスコーヒーってどういうこと？ミルク、チョコレートソース、ココアパウダー。むずいよ。ホラーの前にまずむずいぜ。え？え？ミルク。で、ココアパウダー、チョコ。こうかな。おお、できたできた。板についてきたな。もうちょっとかりんとう食べながらやるか、接客。お、呼べよ、並んでるね。はーい。ソルテッド。シェアか。一回でしょ。キッズココア。優しいじゃん。優しいじゃん。あ、なんかいいね。俺様系男子だ。泣けてくるわ。泣いてんのか？音楽消えたんだけど。ああ、区切られてるだけか。タイミング良すぎた。ね、なんかボタン一個ずれてない？これ。横に。上半身がひねられてんだよな、さっきのおじさんとに。怖いんだけど。閉店の時入れてくんない？入れてくんない？ここに。注文が多いね。
やべ。任せとけって。部屋待ち。これ。ここで完成させなきゃダメかもしかして。あ、できた。あれ消えたよ。受け取ってんのか。全部こっちの棚か。一人飲み物頼んでないな。まあ、簡単そうなやつから。え、抹茶クリームフラペチーノじゃないの？チラペチーノってなってるけど合ってる？これ抹茶クリーム、あ、チラペチーノ、ほんフラペチーノじゃないんだな。抹茶だからこれは違うね。でこう、あそういうことか。で抹茶パウダー、おそらくこれで抹茶クリームフラペチーノはおしまいかな。次はホワイトモカ行ってみようか。
ソースとシロップって何なんだろうな。ソルテッド塩。どこまで行ったこれ。いやでもなぁ、ソルトっていうのはないよね。コーヒー、スチーム、シロップ、シロップ、ソース。これどうしたら取れるんだろう。キャラメルチョコ、ホワイトモカ、ホワイト、あ、これ楽かな。できたな、ちょっと。しないね。なんだ。ほう。今のところあなたがね、一番怪しいね。
さんは来たけどな。いやいや、怪しくて電話なんてできないよ。なんか僕の一存じゃ無理に決まってんじゃん。テープが裏にあるってことか。ブレカブレカブレカ。帰れそう。あ、鍵。あ、武器はある、ある。操作設定だもんね。グラフィックの何かだろうな。情けな気がするな。あいつ名刺置いてってないじゃん。探偵よ。エアコンつけた。何で分かるの？これ以外ないぞ別に。
なんだろう、多分ないけどね。なんだ、もうないよ、なんも。次の指示は？酔ってきたかも。なんでだろう。なんかいる？気のせいか。特になんもなさげやけどな。ドライブするでしょ。まあまあ、とりあえずは特に何もないよね。なんだ、他なんかある？違和感。まだ何か落ちてる？ここに何かがありそうな感じはするけど、なんだろうか。ああ、もしかしてほうきで把握のあれをさらに。おお、トイレ掃除するかじゃ。積んだかもな。やることはなくなったかも。自動でしまった。ところに積みポイントがあるのか。何も持ってない状態にできないんだよな。
なんだろうね。捨てるができないんだよ。どうするでしょう。牛乳を捨てるができないの。これだと捨てたかも。ダメだ。ここに落ちてた、このステージに。どっかの棚に、あ、牛乳を直すんじゃない、ここに。操作してないぞ。これ横になってるよね。仰向けで倒れてる。あれ、うちに帰ってきた。説明不足じゃないか。しないけど、ほら、あっちしろよ。山田さんなんだ。一人暮らしなんてね。おい、お客さんを無視してそれはねえよ。アメリカンワッフル、アップルパイ、キャメルスコーン。いやいや、聞き取れた聞き取れた。ってことはもう永住権持ってんのかな。結婚してるか、国家資格を持っているか。
あれ、それは良くないですね。大丈夫じゃないと思う。ジェームズ、背景がさ、文字の背景が黒くなることによって読みやすくするよね。ジェームズ、よく食うね、三つも。変なこと言うなよ。まいったな。店じゃなくて僕が乗られてんのか。冗談になってねえぞ、ジェームズよ。ホラーハラスメントだぞ。もうちょっと入れよ。待ってよ。だぜおい、無言でした、無言じゃん。ああ、バニラチラペチ、ブレンドアイス、何？ああ、氷か。バニラパウダーなんてあったか。これのこと？書いてるのと違うじゃん。
ってきたな。セーブってできんのかな。と言っちゃった。全然変転させてくれない。ちょっと一回休憩しようか。多分これで終了したらいいんだよね。ふう、言っちゃったこれ。サムネ作りでもするか。なんでこんな酔うんだろう。動きが早すぎんのかな、マウスカーソルは。ほぼもうスタバの店員として働いて終わったな今日は。寝るときに頭の中でフラペチーノとかの作り方をまた復習しないと。え？マジ？だってこのゲームには一応続きからってありますね。1日おきにしかセーブされないパターンか。